リーゼクロチアゼパムは、知恵のジアゼピン系の抗不安薬の一種。心身症から来る、不安、緊張、抑うつ、睡眠障害及び、自律神経失調症によるめまい、肩こり、食欲不振に適応がある。麻酔前投薬としても使用される。日本での商品名は、リーゼなど。連用により依存症、急激な量の減少により、離脱症状を生じることがある。 抗精神薬に関する条約のスケジュール法に指定されている。麻薬及び抗精神薬取締法の第三種無期精神薬である。脳にある神経受容体に結合することにより神経を活性化させる。倦怠感、頭痛、集中力低下、ふらつき、脱力感など日本では2017年3月に重大な副作用の項に 連用により依存症を生じることがあるので、容量と使用期間に注意し慎重に投与し、急激な量の減少によって、離脱症状が生じるため徐々に減量する旨が追加され、厚生労働省よりこのことの周知徹底のため、関係機関に通達がなされた。医薬品医療機器総合機構からは、必要性を考え万全とした、長期使用を避ける、 用量遵守と類似薬の重複の確認、また慎重に少しずつ減量する、胸の医薬品適正使用のお願いが出されている。調査結果には、日本の診療ガイドライン5つ、日本の学術雑誌発信による用紙が記載されている。ありがとうございます。